ちょっと何なのよこれ待ってソニック勝手に触らない方がいいわこの壁画の絵ソニックとテイルスにそっくりだと思わないまたエグマンの罠やってやるわよソニック勝手にいじっちゃダメよ勝手なことしないでって言ったのにこの先どうするのよどういうことよもう信じらんない最悪そうよもう何なのよえっとテイルス何よこれ ダッサひょっとしてクリフなら何か知ってるかもしれないわドクタークリフ友達よいいから黙ってついてきてクリフこのあたりのこと教えて変なヘビとかお墓とか何か知らないあのヘビってそんなにすごいのでもどこを探すのよもうなんてめんどくさい建物なのよ敵は出てくるしトラップだらけだしもう不親切すぎそれソニックのことよねちょっと 任せといてこっちはククリリススタルクリスタルよ楽勝なんて言うからリリックのメカたちが村を襲ってるわ待ってソニック一緒に行きましょうよナックルズとテイルスはここにいて村を守ってあげてねえソニックすごい綺麗ちょっと古代文明の神秘なのよもっと感動に浸らせてよね <laughs> いいわ行きましょうさあ クリスタルを回収するわよ行くわよ最後のクリスタルを取りに行くわよソニックたちもすぐに来てくれるわ来たわねこの先に着陸するみたい行きましょうこれでどう言う通りにしたわよ解放してやめてー歳が崩れ出してるわテイルスの飛行機でリリックを追うわよさーてこれでおしまいあ、それって前のブレスレットの方がいけてたのに残念ほんとここって素敵やね 最高の景色だったわ。でも気を引き締めていきましょう。何が出るかわからないし、さっきもすごく怪しいサイレンが鳴って、敵が出てきそうな雰囲気だったしね。うん。負けないんだからええ、もうちょっとなんなのよいいわもう野蛮なんだからそうね。そんなに怒っても怖くないんだからええ、今ならまだ許してあげるわようん。準備はいいええ 逃げるなら今のうちよ。いいわ。私だってやるときはやるわよ。ちょっと。絶対に許さないんだから。何それ。私のハンマーを受けたいのは誰？ちょっと。あらごめんなさい。何それ。残念だったわね。ちょっと。あらもう終わり？何それ。私の勝ちね。ちょっと。落射。何それ。

い。やば。楽勝ってか。 飛ばすわよ もう野蛮なんだからそんなに怒っても怖くないんだから今ならまだ許してあげるわよ準備はいい逃げるなら今のうちよ私だってやるときはやるわよ絶対に許さないんだから私のハンマーを受けたいのは誰あら、ごめんなさい残念だったわねあら、もう終わり私の勝ちね楽勝 グラップの出来上がりねいい感じじゃないイエーイ楽勝あたしってすごいかもお掃除終了もう、最低もう、ダメみたい暴力とか最低こんなのまぐれよこんなの卑怯よ痛い痛いじゃないそんな失敗…しちゃった…やられる…なんて…やば 楽勝って感じ無敵の私に勝てるわけないじゃない私たちって完璧じゃない完璧すぎて怖いわね何を？まだやろうっていうのもっと強いの出てきなさいよ私たちの勝ちねやったねサニック私たちの勝ちねやったねテイルス私たちの勝ちねやったねラックルズさ、次に行きましょう。飛んできなさい行くわよとどめよこんの好きだらけって感じ の方が可愛くないまた空振りしてない全然怖くなんてないんだからちょっとちょっとやる気あるの努力だけは認めてあげるわよ ねここはエナビームが必要なんじゃないねえエナビームを使わないこのエナビームってやついい感じねエナビームの出番ねエナビームの出番ねブーストリングって感じブーストリングよブーストリングがあるわよブーストリングを探すわよあのブーストリングを狙ってブーストリングっていいわね行くわよブーストリングブーストリングで一気にいくわよブーストパッドよブーストパッドよブーストパッドがあるわよみんなブーストパッドがあるわブーストパッド 何のためかはかはわらないけどねみんな橋をなんだかすごいわね何を探してるのかしらこれってクリスタルゲートじゃないクリスタルゲートは古代族の人たちが使ってた管理用のゲートみたいよ鍵になるクリスタルを持ってないと開かないって聞いたことがあるわうわ かしらまずは一つ目ってところね2つ目もオッケーよできたわさあ行きましょうなかなか興味深いところだけど先に行った方が良さそうね横の板を下ろしておけば何かで戻ってきてもすぐ戻れるようになるわねそれがいいわねクリフはこの辺にいるはずよこの子親切だし よく見ると可愛いわよねこのトロッコって動くのかしらどうやったら向こう側に行けるようになるのかしらこのトロッコ動かせるわねやったゲートが下がったみたいねプレゼントね行くわよーなにこれ信じらんないこれで壁の壊れそうな場所が分かっちゃうなんて驚きここが壊れそうね便利なものねこれで通れるわね行き止まりみたいね アバで調べてみないここは隠しエリアみたいねここはクリスタルを保管する場所みたいねあとはどうやってクリスタルを手に入れるかってとこねやったわクリスタルいただきこれでオッケー さあここから出ましょうまさにリリックね特にリリックねそろそろ鉱山に戻りましょう大変急いで行きましょうナックルズこのままほっといたら作業員さんたちはみんな倒れちゃうわ急いで行きましょうナックルズ作業員さんたちを急いで助けに行きましょうエレベーターで鉱山の奥まで入るのねさあ鉱山の奥に入るわよナックルズあんな爆発のあとだし。 いつまた鉱山が崩れるかわからないわ急ぎましょう。さあ急ぎましょう。1>, 1人助けたわまず1人目ねさあ次よこれで2人目ねあと1人よこれで大丈夫さあ急ぎましょう。これで全員ねこれで全員救助成功ね敵が来たわナックルズ気をつけて敵が来たわよこれで最後かしらもう何なのよこれで全部って感じよね 何もなくて本当に良かったわみんなが無事で良かったわ作業員さん達を助けていたのよ合流できて良かったまた崩れ出すかもしれないしクリフのところに戻りましょうクリフ持ってきたわよ早速行ってみましょうクリフありがとうまたねもうみんな遅いわよ置いてっちゃうんだからいい感じに開き出したわ そんなこと考えるよりまずはリリックを止めることを考えましょう。この辺にきっと扉を開ける何かがあるはずよ探してみましょう。できたわこれでいいかしらやったわ行きましょう。またこれ通れないじゃないしょうがないわね先に施設に行ってみましょう。ボートがあるところへ向かいましょう。これでボートがあるところに行けるわね途中で壊れたりしないわよね結構不安なんだけどちょうどいいわね やりましょうボートの部品はこの辺にあるはずよね一つ目よ二つ目を見つけたわこれで全部ねさあ、ボートを直しましょうさあ、この部品を届けましょうさあ、これで先に進めるわねもちろんよさあ、行きましょう新しい道の登場ねやったわこれで先に進めるわね遅れても知らないわよ すごかったわね遅れないでよよかったわねあっちにも道があるわよのんびりしてる暇はないわ先に行きましょうそ巨大なメカの噂は聞いたことはあったけどまさか本当だったなんて私たちの力でなんとか修理できないかしらまた後で来てみましょう。手だけでこの大きさでしょ ちょっと信じられないわねあそこに何かあるわよ大変そうね足場を組むのを手伝ってあげないメカパーツがあれば足場を完成させられるんじゃない完成したらどんな感じかしら困ったわねどこに行ったらもっとメカパーツが手に入るのかしらこれでだいぶマシになったわねうん上に何か見えない 足場も完成したみたいだし、行ってみないこれ以上は行けそうもないわね何か見えるわ何かしらダイナマイトが足りなくて、トンネルが開通しないみたいねメカパーツが足りないわよねえ、助けてあげた方がいいんじゃないすごい爆発だったわねこの道がどこに続いてるのか楽しみね見て道ができたわよ シェフがテントを立ててほしいみたいね今はやることもあるし後で助けてあげましょうもっとメカパーツを集めないとダメそうねこれでいいわね完璧よこれって動いてないみたい壊れてるのかしらこれじゃあ解体作業が進まないわねこのことは後にして先に行きましょう完璧これでバッチリねあっという間ね古代族の遺物 ほんとすごいのね上にも何かあるのかも <laughs> いい感じだったわねなんであんなところに飛行機が埋まってるのよなんか事故でもあったのかしらかわいそう何か手助けできないか考えてみましょうチリドッグ大好きってこれで全部ねシェフさんに教えてあげましょうわかったわ 任せてちょうだい岩のせいで道がめちゃくちゃじゃない行くわよ姉さんに行く。こういう冒険もなかなかよね何道を壊してるのよムカつくんですけどあ危ないじゃないのよタイミングよく行くわよきちんと修理すればなんとかなりそうねさあ私たちで綺麗に直すわよ昔はきっと素敵だったはずよ 私たちで綺麗にしてあげましょう。いい感じじゃない？こんなの簡単よ。これでバッチリ。ここってどんな島なのかしら。あっちに村が見えるし、行ってみない？見て、ナックルズとテイルスだわ。いなくなるくらいだしね。行けてないわよ。カホーってまた怒られるわよ。ソニックと一緒ならあんなに辛くしょうよ。なんかつるくない？そもそもなんで資金不足なのよ。すっごい。 のっちだわー二つ目よあと一つ役に立てたみたいねね今の見た風車を直したことで、エナーラインが起動したのね早速行ってみましょう。あの風車がエナーラインのスイッチってことね新しいエナーラインが起動したみたいいい感じじゃないやっぱ恋人じゃないそれはいいけど…ところで喧嘩の原因って何よかったわクリスタルを探してるんだけど どこにあるか知らないあなた、ソルティの弟さんお兄さんに頼まれてきたのあなたに会いたがってるわよお兄さんがあなたの行方がわからないって困ってたんだもの見過ごすわけにはいかないわよさ、お兄さんに会いに行ってあげてで、ナックルズなんとかならないどうしたのナックルズなんだかインチキ臭くないたった一回のレースで村長になれるのもっと人気が必要なんじゃないさて クリスタルも手に入ったことだしビーチにあるタワーへ行ってみましょう。私たちは先に行きましょう。私も行くわこの中に古代の文字があったりしたらソニック読める読めないでしょナックルズもそうなると私が行くのが一番ってことになるじゃない任せなさいソニックこそ足を引っ張らないでよねさあ最強タッグでクリスタルを取りに行くわよ走るよりずっといいわね ちょっとこの飛行機大丈夫変な音がするわよみんな降りるわよナックルズ絡まないのナックルズ絡まないのちゃんと探してあげるわクリスタルを狙ってたみたいね正確には急火山ねじゃあ早すぎるわよあった湖よちょっとみんなシャキッとして急がないと崩れるわよ早く私に任せてへぇ ずいぶん広い場所にあるのねこれでラストよやったわねあれはいったいかしらそっちに行ってみましょうソニックよろしくねさあテイルス頑張ってナックルズお願いねこっちは私に任せてよねねえかんに登れそうな場所があるわよ12の3で飛んじゃうんだからうまくジャンプすればあそこまで上がれそうねあそこまで上がるわよ簡単なんだからバウンスパッドってすごいわよね やってみたかったのよバウンスパッドね行くわよこれがあればここから出られるわねバウンスパッドよさあストンピングで押してみましょう。このスイッチをストンピングで押せばいいのねさあ何が起きるのかしらスイッチを押すわよリングだわリング発見完璧やったリングよリングいただき私のハンマーで壊せそうねここ壊せそうじゃないなんかもろそうじゃないここ 壊しちゃいましょうよこの光を使って扉を開けるんじゃないねえ、この光を見てよなんか変な方向を向いてないこの光で扉を開けるのよやったわねさあ行きましょう。やったじゃないさっさと行きましょう。扉が開いたわよさあ行きましょうーん、はあ、もうこんなところさっさと出ましょうようわーすごいじゃないとにかく追うわよ もうあの変な場所はあいつを封印する場所ってことだったのなんなのよあいつ逃げてくわあのヘビなんでソニックのこと知っていたのかしらあそこに道があるわよちょっとナックルズ足引っ張らないでよねあの壊れたメカのところに向かってるわね信じらんない壊れたメカの体を乗っ取ろうとしてるわキモ 寄生虫みたく壊れたメカに入り込んでるんだわちょっとこいつら撃ってくるわよあの像を倒したらその勢いで壁を壊せないかしらこれで先に進めるからいいじゃないもう道がめちゃくちゃじゃないなんなのよもうほんと最悪なヘビね古代文字には特にヒントになりそうなものはないわねうんそうねなんか秘密の施設だったのかしら まずは中に入ってみないと何もわかりそうもないわねもう何が起こるのかぐらいどっかに書いておいてよね何の施設かぐらい書いておきなさいよね具体的に何の施設かわからないけどエネルギーか何かを武器に変えるための施設だったのかもしれないわねきっとこの人たちが外の文字を書いた人たちだったのかもこの人たちが古代族なのね感激すごいわ。 千年も眠っていた文明よパネルが模様見たくなってないきっと順番に踏めばいいのよとりあえず反応するパネルを踏んでみましょう。やったじゃないさっきと同じようにやってみましょう。まさか今さっきでパネルの攻略の仕方を忘れたとか言わないわよねこんなの簡単よもう一回クリアしちゃってるんだから完璧上ねとにかく行ってみましょううん、いかにも上に行けって感じ やってやろうじゃないここは上に登らなくちゃねここから行けそうねここからなら上に登って行けそうねナックルズ上に行くわよこれなら問題なく行けそうね何よこんなの簡単じゃないこんなの楽勝よ余裕なんだからさあ行くわよ登ってばっかよね頑張りましょうこのまま一気に登っちゃいましょうナックルズになんか負けないんだからねこれを使えば きちんと道ができそうねこれを引っ張れば道ができそうねエナービームでこのトリガーを引っ張ってみましょうきっとこれね扉の電源かしらとりあえずつなげてみましょうエナービームを使えば扉の電源を入れられるみたいねとりあえず電源を入れてみましょうこれで扉が開くはずねさあ行くわよ 2>, 2人とも大丈夫このまま進むしかないわね急いで2人を助けないと先に進みましょうとにかく先に行きましょう きっと後から合流できるわよ私は左から行ってみるわナックルズは右から行ってこのエナービームを使ってあの扉を目指してみましょうナックルズとりあえずあの扉まで行ってみましょうナックルズエナービームであの扉まで行ってみましょうやったこれでエナービームが使えるわねさあ次に向かってどんどん行くわよさあ とにかくエナービームを使って扉を目指すわよ落っこちないよ気をつけてね敵の登場ね後悔しても知らないからねこうなったらやってやるんだから橋が動き出したわ橋が動いてるわ橋が動いて先に進めるようになるってことねこんな仕組み 誰が作ったのかしらこれを無視するのは無理そうじゃないどうにかして上に行かないとねまずは上に行かないとねまた上から進むのねこの柱が関係してそうねここはエナーラインねエナービームを使ってくわよナックルズ、エナーラインで行くわよこのバリア、もっと動かさないとダメねさあ、どんどんバリアを押していくわよスイッチを押すとバリアが動くっぽいわね 押しましょうこれをオンにするとどうなるのかしらエナービームを使えばいいのねさ,さっさと起動させるわよまたパネルのやつねヘビーヘビ型のメカねヘビが眠ってるメカをパワーアップさせてるみたい <laughs> いい感じこのエレベーターどこに向かってるのかしらきっと このスイッチでエレベーターが動くのね見て来るわよさあ一気に片付けちゃうんだからねもう邪魔はさせないんだからまた敵が来たわ前より数が増えてないもうやってやろうじゃないもう一体どこからこんなに湧いてくるのよもういい加減にしなさいよ どうせ勝てるわけないんだからもうしつこすぎここのバリアを解除する方法を考えましょう。あのバリアはここで解除できそうよさあ一つずつスイッチを切っていきましょう。私が片方の電源を切ってくるからナックルズはもう片方お願いね二手に分かれてスイッチを切っていきましょう。こっちは任せて今やってるわよちょっとくらい待ちなさいよそっちはどうナックルズ大丈夫こっちは終わったわよ 一つ目はオッケーこれでバリアは消えたはずよさあ行ってみましょう。とにかく先に進みましょう。気をつけてねもうわざわざ反対に動く必要なくないあのエナーラインに飛び乗るわよあのチューブに入ればいいのねチューブに入りましょう。とりあえずチューブに入ってみましょう。どうやってあっちまで行くのかしら 押すと足場が動くのねこれを押すといいのねナックルズスイッチをお願いスイッチを押すのよこのトリガーを引っ張ればいいのねチューブが下がってきたわこのチューブに入ってみましょう。これで終わりもっと道がありそうじゃないチューブが長くなったわねもうちょっとチューブをつなげてみないまだ足りなそうねもっとチューブをつなげましょう。もう一回チューブを使ってみましょう。さあもう一度チューブを使うわよナックルズ チューブをもう一回使いましょうあれ隠し部屋って感じなんかいいものが隠されてそうねラッキー隠し部屋発見また来たわね来るなら来なさいよ行くわよまったくいい加減にしなさいよねこんなに弱いなら リリックもたかが知れてるわねもう出てこないでよね二人とも大丈夫かしらソニックたちは今どの辺かしらきっとソニックも私のこと心配してるわねまだ電力が足りなそうね発電機のところにはどうやって行ったらいいのかしらとにかく発電機のところまで行ってみましょう。もうなんであんな高いところに発電機があるのかしらこれでよしっとこれでいいのよねこれでオッケーよし繋がったわこっちも完璧よ さ、次ねやったわ足りない電力はクリスタルの力が補ってるみたいねってことは電力が足りればクリスタルは自由ってことよねちょっと待ってエナービームだわエナービームでスイッチを入れるのようまくいったわねさあ残りも片付けましょうおかしいわねもう一回チャレンジよ さすがナックルズやるわね色違いのパネルを道通り踏んでいけばいいのよゆっくり進んでいきましょう。あの寄生虫みたいなメカが来たわよナックルズ足元に気をつけて落っこちたらシャレにならないわよ敵は落としちゃいましょうあっちに行くには橋を使わないとダメみたいねスイッチを押して橋を動かしてやり方ならバッチリよまたこれ 道なりに進むわよいい感じよそのまま進んでナックルズちょっと急いでよかったうまくいったわねそうでもないみたいよもう重すぎてエレベーターが上がらないんじゃないの 邪魔な敵をさっさと倒しましょうこいつらをエレベーターから降ろさないと上に行けないわね何よまだやる気もっと来たちょっといい加減にしてよねこれで最後にしてよねさあ行くわよもう動かすわよこれでいいわねやった動いたこんなに面倒くさいエレベーターなんて初めてよナックルズもねさあこの調子で行くわよ そうじゃなくてもうさっさと行きましょうねえナックルズこのスイッチを踏むと足が動くみたいよ足を回転させるにはどうしたらいいのかしら来るわよ気をつけて落ちたら危険よクリフの話をまとめるとあのリリックってやつ世の中のものを何でもかんでも破壊しようとしてるのよねこれがリリックの秘密兵器 こんなのが暴れたら来るわよ。避けてええー、あったねー。狙った通りね。みんなエナビームよ。さあ、覚悟しなさい。クリスタルを落としたわ。ソニックからすればねー。私はテイルスと左から行くわ。こっちよー。やっと合流できたわね。ちょっと。 大丈夫だったでも会えてよかったわ嘘でしょこのまま行くわよ滝の下まで一気に行くわよ喧嘩しないでよねもう何なのよバッチリよこっちが正解よねこっちに来て正解だったわいい感じ亀さん達が大変 助けてあげましょうあそこまで登らないと助けてあげられないのね扉を開けてくれるみたいよよかった役に立てたみたいねそうねあの大きさじゃ嫌でも目に入るわねここを進めるのは私だけみたいねこれを何とかして動かさないとやるじゃないテイルスあの島に渡る方法を考えましょうダメよそれは触らない方がいいわちょっと この植物毒があるみたい触らないよう気をつけてもう何んであとちょっとっていうところで毎回邪魔が入るのよこれで村の人たちも安心できるわねエンジンにエナービームを使えばいいのよやったじゃあ出発しましょうもう一回やってみましょうよ大変ボートを沈める気だわとにかく敵を倒してボートを守りましょう、はあぁまた来たのこれはひどい村の入り口もめちゃくちゃにしたのね ひどーい早くメタルソニックを見つけましょうこんなひどいことやめさせないとメタルソニックはクリスタルを探してるのよねこうなったらこっちが先に見つけちゃうんだから今にも崩れそうよみんな足元に気をつけて足を全部焼き払ったのねねえあっちにエナーラインがあるわよ あれを使えばここを出られるんじゃないどうしたらここから出られるかしらここから行けそうじゃない足元に気をつけて怪我しないでよ向こうにタワーがあるわねあそこに向かいましょう。このまま進んでいいのかしらとにかく上に行くわようん何よこれ叩いたらなんとかなりそうねやったこれで先に進めるわねこれでいいのよねで、どうやって扉を開くのよ あと1回で金が鳴るはずだわさあ行くわよ最高一番上まで行きましょうみんな平気ここで行き止まりみたいね迂回するよりもこの壁を壊しましょうあの壁結構ボロボロじゃない確実に倒していきましょうまたこの凍るやつもうさっさと倒すわよこの先はどうするのよもうびっくりするじゃないって、あれ 道ができたのねこの部屋から進むにはあの金が鍵みたいねせつねあんなの可愛くないじゃないどこが同じようこのハンマーで壁のドラを叩いてみないこのハンマーにも何かの役目があるのかも光った順番に叩いてみない失敗みたいよやったうまくいったわねクリスタルよ メタルソニックよクリスタルを取られたわ逃げられちゃう急いで追うわよメタルソニック追うわよ倒れたわクリスタルを渡しちゃダメなんだからねクリスタルを守らないとソニック行くわよテイルス行くわよ行くわよナックルズナイスキャッチ取ったわ追いつかれないようにしないといいわその調子早く投げて 前を見てクリスタル落としたわ。もういい加減にしてよね。突進してくるわよ。今度はそうはさせないんだから、こいつらを全部倒したら扉を開けてくれないかしら。さあ、中に入りましょう。もうさっさと倒しちゃいましょう。扉を開けてもらうには？ こいつを倒すしかなさそうねまだ敵が残ってるもの先に倒しましょう気づかれないようにそっと進むわよ敵が邪魔しに来たら倒すわよ準備はいいやっと動いてくれたわねそうなのてっきりナックルズが大暴れしたからかと爆発のおかげで出口ができたわよあったまきたどんどん外に投げちゃうんだからリリックもそうだけど エッグマンにも十分注意ね相変わらず濃ーね気をつけてクリスタルを持ってしっかり走って気をつけて近づいてくるわよ来るわ決着をつけましょう,うわあ。素敵な場所ねあったわなんだ簡単じゃない早くクリスタルを取りに行きましょう。すごいわねどうやって作ったのかしら古代族の人たちが建てたのよね すごい技術だわあそこ登れそうよ海賊の宝物ってところかしらそんなに簡単に手に入るわけがないわよねそうね行くわよいただきだわこれね他に比べると警備が薄すぎない何かに怯えてるみたいねガーディアン追いつかれるわよちょっと怒ってないもうしつこいとにかく走りましょう。急いで逃げましょう。もうしつこいと嫌われるわよ壁も走るの天井 なんて聞いてないわよもう何なのよ一体今度こそ追ってこないみたいなんであんなところにスイッチがあるのよどんな嫌がらせ上から行った方がマシねもう何これ気持ち悪いもう肌荒れなんかしないでしょうねこれを押したら何か起きそうねこれでオッケー。よしねえあのスイッチ押さないの上に登れば良さそうね上に登ってみましょうよねえ 鉄格子の後ろに何かないこっちに進めそうねあら見つけちゃった私へのプレゼントねあそこまで登ってみましょうちょっとあそこまで登るのソニックはそういう意味で聞いたんじゃないわよそうねまたガーディアンとかいうのが襲ってくるかもしれないしねあら 何かいいものがありそうじゃないとりあえずこれでいいわねやっぱりあったわーガーディアンが来る前にいくわよねえソニックこれを見てちょっとソニックこっちこっち本当にこっちで合ってるのかしら私に任せてよ十分に気をつけてうんなんとかなったわね大変だったけどその価値はあるわよねもう待ち伏せってわけややってやるわよねえソニック こいつらをガーディアンに投げてみない楽勝よソニックのおかげよねこれで本当に倒したのよね液体が流れていくわこれで先に進めるわねねえソニック液体を流せば先に進めるんじゃないちょっとソニック早く液体を流すわよこれで道が開けるわねさ 行きましょう。あれはタイミングよく避けた方がいいわねこれ失敗したら下の液体に落っこちちゃうんじゃない失敗したら液体に落っこちちゃうとかどんな罰ゲームよ もう最低嘘でしょまた前よ前急いでパイプだわ。ー避けてとにかく逃げ切るわよもう何回やっても捕まらないんだからそのチャーシー逃げ切るわよ今度こそ大丈夫よねスイッチを踏みましょう。何よここすごくない映画みたいこの辺に詳しいんだっけ言われてみれば確かに 安全な裏道ぐらい知ってそうよねソニック気をつけて襲ってくるわよもうやってやろうじゃないリリックより先にクリスタルを手に入れないとあいつが暴れたらひとたまりもないわすっごい貝殻でジャンプできるわよすごい仕組みねこれもクリスタルの力なのかしらもうなんなのよもう逃げても無駄なら戦うわよどうしてもあたしたちを止めたいみたいねわかったわ 箱をこいつにぶつけてやればいいのようまく箱をあいつの頭にぶつけてやりましょうもう二度と追っかけてこないでよねやったソニックと一緒なら完璧だわクリスタルの力よきっとクリスタルの力だわなんて強大な力なのそれにしてもとんでもないところよね怒りを持ち上げるのに邪魔なものを壊さないと大砲で狙っちゃうあの壁脆もろそうね壊せるかも大砲で一気に壊すわよ そうすればきっと怒りを動かせちゃうんだから大砲で壁を撃ってみましょうきっと壊せるわよもう何かが邪魔してるみたいもう 重いのよやったあともう少しね発射壊れたわこれでいけるはずよいい感じこの怒りをなんとかしなくちゃねやったわソニック重かったでしょう。こんなところに道があるわ船の下に何かあるわよもうきりがないわねさあクリスタルはきっとすぐ近くよ海賊の宝物ってロマンチックよね上ねソニック頑張って あとはここを登るだけよクリスタルはこの上よ気をつけて慎重にね大丈夫ソニックやったーリリックより先にクリスタルゲット地図のおかげね本当にクリスタルがあったわソニック気をつけて待ち伏せされてるわソニックと入れば敵なしねクリスタルを取るにはあのスイッチを押せばいいのねちょっとソニック何してるのよ早くスイッチを押しちゃってクリスタルを取るには同時にエナービームを使うわよこの折は 同時にトリガーを引く必要がありそうねこっちよそうね落ち着いてここは古代族たちの浄水施設なのよクリスタルの力を使って水を浄化していたんだわクリフによればリリックは初めにここを襲ったみたい だから彼の船とか兵器の痕跡が残ってるのよさっさと取っていきましょうよもう好き勝手始めるんだからこの穴何かの役に立つかもしれないわこのパイプって何かに利用できないかしらあいつに向かって敵を投げてみないダメージを期待できちゃうかももうどうやって攻撃したらいいのよソニック来るわよ 狙ってくるわよどうやってダメージを与えたらいいのよいけそうねあいつらが何を企んでるのかわからないけど止めなくちゃ何か悪巧みしてそうな雰囲気よねあの壊れそうな扉にミサイルを当てたらどうかしらやるじゃない直撃よもうホンッとしつこいわねちょっと攻撃が来るわよなんとか逃げ切れたわねもうなんなのよどうよあ エナラインがあるわよイエーイ私たちの完全勝利ねもう怒った覚悟しなさい逮捕だわ避けて行くわよエッグマン先に周りの雑魚から倒すわよミサイルを柱にぶつけてみたらどう屋根を崩して進みましょう。エッグマンのミサイルを柱に当てるわよエッグマンの攻撃を利用しましょう攻撃も避けられるし崩れた天井足場に逃げられるわようやく合流できたわ そうにク遅いわよひどい目にあったんだからさてこれで全員集合ねさあ決着をつけに行くわよ橋が壊されたわ逃げ道はなくなっちゃったわねねぇテイルスあれが扉のスイッチなんじゃないもうこの扉を開けないとどこにも行けないじゃない嘘、そエクマンじゃないもう最悪 なんでいるかなぁ打ってくるわもう当たったらどうするのよしつこーいなんなのよいったいリリックに勝てないからって八つ当たり倒れたわ行くわよ撃ってくるわよ何よこれ進めそうな道がいっぱいあるわよ道が分かれてるわね注意していきましょう <laughs> 到着ね移動が簡単で助かるわね何よこれツだらけじゃないこの扉を開けないとあの扉の先に何があるのかしらとにかく開けてみるしかないわねあれで行きましょう。もう何何なの気持ち悪いもう何よ頭に来るわねもう怒ったどんどん行くわよ危ないけどやるしかないわ行くわよ何を？ なのとこれで先に進めるわね危ないわね気をつけないと嫌な感じよねこれだけ不気味ならさすがに誰も来ないわよねでしょうねすっごい空中都市って本当にあったのねほんとすごいわよこんなところにあるなんてね調子に乗って落っこちてこないでよね落ちないように気をつけて崩れ始めてるわちょっと急いで渡らないとスイッチの前に邪魔なものがあるわね まずはこれをどかしましょうこれでいいみたいね扉が開くわそうねやるじゃないわー素敵なところね空中都市に空中庭園なんてロマンチックなのまずはこれから始めましょうさあと2つみたいねこれが2つ目のレーザーねラックルズは3つ目を探してオッケー残り1つだわ3つ目 次でラストやった扉もバッチリ開いたわねはあ。ちょっと隠し部屋かしらこっちから行けそうよ上に道があるわね私なら行けそうだけど行ってみるさあ行くわよ向こうで合流しましょうちょっとー脆いんだからもう少し慎重にできないの危なそうだけど行けそうねこんなの簡単なんだから行くわよ <laughs> なんとか行けたわねさあクリスタルはどこかしらナックルズの下を通るんだから上から落ちてこないでよねこれなら楽勝ねやっと半分ってとこかしらあとちょっともう道を作るならちゃんと作ってよね <laughs> やっと着いたわクリスタル探し再開ねクリスタルまであと少し行くわよほらナックルズもうギブアップじゃあ ペースを上げてどんどん行くわよどっちに行ってもいいのかしらねえナックルズどっちがいいと思う左ね右ねまずは一つねさ次に行くわよこれで二つね意外とサクサクじゃないさあこの調子でどんどん行くわよ丁寧に扱いなさいよやったこれであと一つねさあ次で終わりよ さあこれで全部よ扉が開くわ扉が開いたわ行きましょうこんなところに部屋があるわよあら隠し部屋行ってみない飛ぶわよいけてるって感じようやくクリスタルが見えたわ見てあそこにクリスタルがあそこまで登らないとダメそうねさて どうやってあそこまで行こうかしらねあらこういうの得意なんでしょじゃあ最後までお願いねまずは恒例の一つ目よね二つ目も順調っとこれでクリスタルねちょっとどんだけいるのよさっさと倒して進みましょうとにかく倒さないと先に進めなさそうね全力でやっちゃうわよちょっとどういうことあそこから入れそうね 私が開けてくるわ急いで扉を開けないと扉の裏に着いたわ到着よどうよこれで開くはずよまあねさあぼーっとしてる暇はないわよエナラインで移動しましょう閉じ込められたみたいねテイルスなら向こうに行けそうねいい調子そのまま頑張ってテイルスの邪魔はさせないんだから行けたみたいよこれはちょっとやばいわねテイルス急いでやったわテイルスさすがテイルスね やるときはやるじゃないここはナックルズにお願いするしかなさそうね突然落っこちないでよナックルズ急いでやったわねナックルズ でものんびりしてる暇はないわよ早くこの扉を開けてリリックを止めるわよソニック頑張ってくれるのは嬉しいけどあんまり無茶しないでよねちょっとソニックまだなの急いでソニック敵が多すぎて手に負えないわとにかく脱出するわよなんなのよここ気をつけないとちょっと危ないじゃないもうここやばくないもうなんなのここ最低慎重に進まないとねちょっと なんとか無事到着ね落っこちないように気をつけて気をつけていい感じやるー嘘でしょ惜しい早く飛行機で脱出するわよみんな大丈夫いよいよね決着をつけましょうあいつら私たちの邪魔をするつもりねさせないわよちょっとどこから来るのようまくいったみたい 行きましょう。やったさすがソニックねソニック、テイルスそれを使ってここまで戻ってきてバウンスパッドが使えそうねこれでここまで戻れるんじゃないもうこんなの楽勝よ強がってるけどきっと内心焦ってるのよちょっとまたあのワームよ一体でも手こずったのに嘘でしょもううんざりなんだけどリリックはこの先よちょっとすごい数の敵じゃない あっちも本気ねテイルス、クリスタルお願いナックルズ、シールドが解除されたわクリスタルは任せたわよソニック、エナービームで行くわよ舐めないでよねハンマーが来るわよとにかく避けて頑張って、テイルスその調子よ頑張ってその調子よ、ナックルズそのまま一気に行くのよ頑張れ、ソニックお願い、頑張ってレーザーよ、避けていいわ、ソニック、頑張って スイッチを押せばいいのね任せなさいもう性格整えたのに代打しようちょっと危ないじゃない敵が来るわよあれがリリックの戦艦ドカンドカンってうるさいけど綺麗よねあの一番大きいやつを狙ってこれでもう逃げられないわよ大きすぎてさすがにうるさいわねもうあれもこれもそれも全部壊せばいいんでしょもういい加減にして これで完全に終わりなんだからえ下だわ<っ>危ないじゃないのよ下げて早く急降下よなんなのよもう当たったらどうしてくれるのよもうフリーズガン何かに使えそうねこれでバッチリ凍らせちゃうんだからちょっとナックルズちゃんと運転してよねもうしつこいってば いい加減にしてしつこいとレディに嫌われるわよパーシーの助けだわパーシーの助けだわ嫌いだわうまく利用できない嫌いを打つわよもうまたなの